我が母は聖母なりきは、八木隆一郎が1936年30歳の時に発表した自伝的小説である。婦人公論に掲載された。二度テレビドラマ化されている。明治42年、秋田県の城。貧しい小作のと結婚し、息子を産んだふみは、流産がたたって家事も満足にできない体になってしまう。そのため夫としめに疎まれたふみは、 24歳の時に離縁され息子を置いて実家に戻る。しかし弟夫婦が仕切っている実家も彼女にとって居心地の良い場所とは言えず居心地の悪さを感じながら過ごす。ある時風の噂で置いてきた息子が石棺されていると聞いたフミは元の根下から息子を連れ出し北海道は函館へと渡る。頼る人もいない函館の地でフミは 野菜や果物の行商、土木工事人、果ては、料理屋での釈布をしながら、息子と二人で生きていくが、1969年4月1日から7月29日まで、関西テレビ、火曜劇場枠にて放送された。キャストスタッフ主題歌ネット曲特筆のない限りすべて、同時ネット1980年5月12日から7月7日まで、TBS、 顔愛の劇場枠にて放送された、キャストスタッフ主題歌、ありがとうございます。